んお疲れ様です。罠掛けハニー構築で16連敗ってマジですか？2戦目で惜しかっただけに勝てそうな気がしちゃったけど現実は非常だったね。本当に1勝するだけでいいのですが、そろそろ勝てるパーティー来ないでしょうか？次の相手はどんな感じかな。おお、飛行が一貫していますね。これミツハニー刺さるのでは？ダメだ、感覚がバグってるわ。それでは対戦開始です。クワライド先発なのね、何してくるかな。まずはお互い不転作成ですかね。おっと、スバトンタッチですか。なんだろう、技見せたかったのかな。それに小さくなるバトンの匂いがする。まあまあ、ネバネバネットが負けたのでよしとしましょう。のこっちは原始の力、特性点の恵みかな。能力上げに来ましたか。ちょっと、それでも発動率 20% なんだけど。一撃で引かれましたね。まあ、全能力が上がっちゃいますが、ワマイダーのレッドカードで退場するので意味ないです。おお、いい感じに噛み合ったね。有効活用できました。あらー、またフワライド。フワライドは巴投げ無効なので、本当に小さくなるがあるとまずいですね。まあ、あるよね。一気に運ゲーになってきました。とりあえず巻き菱を巻いて崖ガニに交代しますが、場合によっては降参です。それにしても相手のパーティー、かなり博打要素強いね。ロマンがあるパーティーですね。さあ、相手は再び小さくなる、命中率が約 0.43 倍となりました。当たる気がしない。とりあえず叩き落とすを選択。当たった。うわ、空振り保険ってことは、催眠術。かわしたー。なんかことごとくいい確率つけてる。これはいけるのでは？詰めすぎー。これでロックブラストの命中は約 30% ですが。当ててー。当てたー。すごい、崖ガニめっちゃ偉いじゃん。しかも3回当ててくれましたね。ものすごく細い勝ち筋を手繰り寄せてくれました。確率どれくらいなんだろうね。誰か計算してみて。さあ、相手の3匹目は一家ネズミです。ネットにかかるから崖ガニで先制できるね。実質ネズミ取りです。ここは叩き落とすでいいでしょう。持ち物は、王者の印、ひるませ型だね。やはり博打好きですね。1回だけのネズミさんって初めて見たかも。本当に低確率が飛び交うバトルですね。そして相手の方、ここで降参です。博打パーティーに真っ向から運勝ちするとは。ある意味らしくない勝ち方をしましたね。あれ、勝ったってことはさ。ああ、これでミツハニーにマスターランクリボンがついてしまいました。ミツハニーで勝ってつけたかったね。ちょっと不本意ですね。これでチャレンジ終わりじゃダメなの？あくまでもミツハニーで相手を倒して勝利、が目標ですからね。当然続行です。こだわるな。さて、あれからまた負けを重ねてきましたが。ちょうど20戦して、1勝19敗だね。しかも一勝はさっきの運ゲーバトルだし。やはり険しい道ですね、罠掛けハニー。では、次の相手です。不遇で合してます？これは、とんでもないマイナーパーティーですね。ナマズンとワナイダーを使うなんて気が触れています。自己紹介オツ。そして、相手は虫タイプが3匹。これはミツハニーがかなり刺さります。さっきもそんなノリでミツハニー全く使わなかったけど。まあ、とにかくミツハニーで勝つには他にないパーティーです。戦っていきましょう。それでは、対戦開始です。おお、下から2番目の虫来たじゃん。ワナイダー対面もあるかと思いましたが、落とし取りから来ましたね。とにかく、初手はネバネバネットから行きましょう。落とし取りの攻撃耐えるかなー。かわせばいいんですよ。うわぁ、やってるなぁ。これではナイダーは最低限仕事できましたね。さあ、次は巻き菱です。岩運びストーンエッジは当たったら耐えなさそうな気もするけど。当たれば、耐えないでしょうね。うまくいきすぎじゃない？やはりミツハニーで勝つにはこれくらいの運がないとダメということですよ。もう一回くらい巻き菱巻きたいですね。ここもかわしておきましょう。今回確率が仕事してなさすぎでしょ。まあまあ、私もハイドロポンプ同じくらい外したことありますから。落とし取りはダブルウィングに切り替えてきましたね。やっと攻撃技が当たったね。そしてそれも耐えるはないだ、偉すぎる。まさかタイプ1ダブルウィングを耐えるとは、やりますね。そしてレッドカードが発動、落とし取りは交代します。モルソンもいたのね。2匹目も見れましたし、巻き菱も3回目が負けましたね。すごい運ゲーしてるけど順調だね。モルフォン、ここは蝶の舞です。ああ、そういえば覚えるんだね。だけど、
まあ、これを見越して巴投げを押してるんですけどね。やることないから押しただけでしょ。そんなことないですよ。さあ、また落とし鳥が出てくるのか、3匹目が見られるのか。おお、生ずんじゃん。相手として戦うのは初めてですね。生地耐久が高いのでちょっと面倒くさそうです。巻き菱のダメージと合わせて、竹ガニでなんとかするしかないね。ほう、食べ残し持ちですか。大したものですね。とりあえず、ここはアクアブレイクでワナイダーを倒しに来ましたね。ワナイダー大仕事だったね、お疲れ。さて、ここで崖ガニを投入です。最大打点は叩き落とすだね。そうなのですが、HP 振りナマズンだと、崖ガニの叩き落とすは大したダメージになりません。タイプ不一致だもんね。なので、ここはステルスロックから、ナマズンの攻撃を受け、ガムシャラで HP を削る作戦でいきます。確かにその方がダメージ入るね。ってことは、あとはミツハニーに託すのね。そうするしかないと思いますね。まさかナマズンが障壁になるなんて。言うのない?しまった、すっかり忘れていましたね。あれ、これまずくなってきた?ネクトのおかげで、まだ崖ガニの方が早いので、次はガムシャラではなく、はたき落とすで攻めるしかないですね。はたき落とす2回でミツハニー圏内に入るかな?さすがに入るとは思いますが。さあ、ダメージはどうか。悪くないね。よしよし、これならなんとか。また言うの前?まずいですね。2回竜の舞されると、崖ガニとミツハニーよりも早くなってしまいます。それじゃあ、次でガムシャラ撃ってもダメなのね。これで済んじゃった?いえ、崖ガニの怒りの甲羅が発動すれば、またナマズンを抜き返せるので、崖ガニでナマズンを倒せます。そうか、それにかけるしかないね。そのためには、ここで攻撃してきてほしいのですが。よかった、ここは自信撃ってきたね。ここで竜の舞されたら負けていたかもしれません。気合の助けで攻撃を耐え、怒りの甲羅が発動です。これで攻撃と素早さが上がって、はたき落とすを2回打てるってことね。そういうことですね。ナマズンが微妙な素早さで助かりました。ネバネバネット負けたのも大きかったね。あとは落とし鳥とモルフォンだし、崖ガニのロックブラストで勝ちじゃない?いや、ここで落とし鳥が鋼テラスタルしてきたら、耐えられてミツハニーでも倒せず負けます。そこまで考慮すべきかな。それにロックブラストは外しがありますし、当たらなかった場合も負けです。どうしたの、やけに慎重じゃん。したがって、ここはガムシャラで HP を1まで削り、ミツハニーに託すべきです。ああ、どうしてもミツハニーでとどめさしたいのね。テラスタルはありませんでしたが、外す可能性はケアできましたね。でも迅速落とし鳥とミツハニーって同速だよ。え?は?あ、でも相打ちになりましたね。これはこれでよしです。え、命の玉?さっきは反動なかったような。多分、レッドカードが発動したので、命の玉の反動ダメージがスキップされて交代したんですね。そういえばそんなバグっぽい挙動あったね。それはさておき、ようやく待望の瞬間が訪れようとしています。最後はミツハニー対モルフォンの対面だね。しかも、ネバネバネット、巻き菱、ステルスロックでもうボロボロだし。こうなればどんなテラスタルが来ても、ミツハニーの飛行テラスタルテラバーストで押し込めます。あとは命中80を当てるだけだね。頼んだよ、ミツハニー。さあ、ここは両者テラスタルです。当時ダイマックスを思い出すね。もはや懐かしさがありますね。そしてモルフォンは毒テラスタル。これなら飛行は当倍、当たれば耐える道理はありません。お願い当たってー。決まったついに、ついに叶いました。ミツハニーで相手を倒しての勝利です。難しかったね。相手もマイナーパーティーじゃないと成し得なかったよ。これで、ミツハニーも立派なランクマスターを名乗れますね。それは、どうなんだろ。ちなみにこの人、ゆっくり実況やってるらしいよ。ほう、頑張りたまえよ。先輩ずらしないで。さて、何はともあれ、ミツハニーで勝利を収め、マスターランクリボンをつけられて大満足ですね。別につけるだけならさ、強いポケモンと組ませて控えに置いて勝てば早かったのに、ワナイダーと崖ガニと組ませるなんて。そうしないとロマンがないじゃないですか。どうせつけるなら愛を持って、です。マスボ級目指すときは1回も出さなかったくせに、そこは言い逃れできませんが。皆さんも、お気に入りのポケモンをどうにか活かし、手をかけてマスボ級で勝利を収めて、リボンをつけてみてはいかがでしょうか。本当に暇な人はやってみてね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。